こんにちは、ウィリツァです。大阪のですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、期間限定で、新しいアトラクションが、オープンします。7月の3日から、9月の6日まで、妖怪ウォッチ、のアトラクションです。今人気の妖怪ウォッチのアトラクションです。で、このアトラクションの特徴はですね、小さなお子様に焦点を当てたアトラクションになります。年齢制限がまずないというのと、あとよくある身長制限ですね、これもありません。なので、まあ、一番どうでしょうか、メインなのは3歳、2歳、3歳、4歳、5歳、この辺の方を中心にしたアトラクションといっても言い過ぎではないと思いますので、ぜひお子様、注目です。で、整理券を買って並ぶという方法が一般的なんですけども、エキスプレスパスですね。エキスプレスパスを事前に購入して、ちょっと高いんですけれども、うちの、国内担当に言わせると、絶対エキスプレスパスを買って、なるべく並ばないようにして、ちっちゃなお子さん向けというのもありますので、行った方がいいということでしたので、ぜひエキスプレスパスの購入をお勧めします。ホームページ等でですね、もうすでに情報出ております。6月の中旬からの発売開始だそうです。熊本からですね、大阪に行かれる場合は、ぜひウィルツアーの、JR パック、ないしは、航空券パックをご利用ください。詳しい内容は画面下の、コメント欄に URL を貼り付けておりますので、よろしくお願いします。